はい、今回の動画はワードをより使いやすくする設定ということでワードに画像を挿入をした時に最初から全面にする設定方法をご紹介したいと思います。でどういったことかというとワードは画像を挿入をした時に標準の状態だと行内という形で文章の方に入っていきますんでこれは画像なんですけども文字と同じ扱いになるのでその画像をですねこういろんなところに移動したいといった場合にですねすごく使いづらくなります。 それではまずは標準の状態でどういった形でね、挿入されるのか試しにね、やってみたいと思うんですけども、じゃあ挿入タブから画像を選択をして、まあ、このデバイスからですね、このパソコンのね、画像を挿入します。はい。で、次にまあ挿入したい画像を選択をして、まあ、挿入をクリックして、ワードの方に画像を挿入します。 はい、そうするとこういった形でねワードの方に画像が挿入されますけども、まあ、この状態は行内という状態になってますんでこのねマウスのドラッグとかでこの画像を動かそうとしてもですねこうね全く動かなくてでこの画像を動かしたいといった場合はこの画像を選択した状態でこの右側に出るですねこのレイアウトオプションのところをクリックをして、まあ、この文字列の折り返しというところのねこの前面というやつですねこちらに切り替えることによってこの画像のねレイアウトですねこれをねドラッグでねこう自由にですね動かせるようになります。 もちろんねこのままワードを使ってもいいんですけどもただ画像を挿入をした時というのはですね通常はその挿入した位置でねそのまま使うんではなくて移動したいっていうケースも多いと思いますんで設定を変えることによってこの画像を挿入した時に行内ではなくて最初から全面という形でですね挿入することができるようになります。それではね早速その設定方法をやってみたいと思うんですけどもじゃあまずはこのファイルというところをクリックをしてですねこのオプションのところをクリックをしてください。 はい、そうするとこのワードの、ね、オプションの画面が出ますんでこの左側の詳細設定というところをクリックします。 で次にこの詳細設定の、ね、画面を、ね、少し下の方に下がっていってもらうとこの切り取りコピー貼り付けというところの中にこの図を挿入貼り付ける形式というのがあってこれが、ね、今見てもらって分かるようにですね標準の状態だと行内になってますんでこれを買いたい場合はねこの矢印のところをクリックをしてもらって、まあ、ここからねいろんな形式がですね選べるんですけども全、まあ、面がね基本的に一番使いやすいと思いますんで全、まあ、面を選択をしてもらってこれで OK ボタンをクリックします。 はいこれで画像を挿入したときに最初から全面でね挿入される状態になりましたんでじゃあもう一度ね画像を挿入してみたいと思いますので挿入タブの画像からこのデバイスをクリックしますはいで先ほどとじゃあ同じね画像を、ね、選択をして挿入をクリックして,ククしてワードに画像を挿入しますでじゃあ実際にねこうマウスのドラッグとかでね動かしてみるとこういった形でね、まあ、自由に動けてですねこのレイアウトオプションのところを見るとこの最初からね全面が選択されているのがわかると思います はいといったことで今回の動画ではワードで画像を挿入をした時に最初から全面として挿入されるようにねする設定方法をご紹介しましたけどもまあ、ちょっとしたことではあるとは思うんですけどもねワードで文章を作成している時によくね画像を挿入するっていう方はこの設定をねしといてもらえるとより使いやすくなるんじゃないかなと思いますそれでは今回の動画は以上になります今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました